津山市大谷の津山駅で3日、なでしこリーグ応援企画、笑顔の鈴なり清掃ボランティアがありました。これは11月6日に行われる湯の郷ベル対エルフェン狭山の試合に向け、試合会場である津山陸上競技場まで公共機関を利用してもらおうと行われたもので、今回で2回目。午前8時、津山駅には湯の郷ベルの安田選手、加藤選手、池谷選手も訪れ、およそ20人の参加者が火箸やゴミ袋を手に、駅構内やトイレ、ベンチなどをおよそ1時間の間清掃しました。この清掃でおよそ3袋分のゴミが集まり、参加した人からは公共機関を利用してぜひ湯の郷ベルの応援に来ていただきたいという声も聞かれました。